皆さんこんにちは誰でもわかる Adobe Dreamweaver CS5.5 HTML5 CSS3 サイト制作編へようこそこの教材では Adobe Dreamweaver CS5.5 を使って HTML5 および CSS3 をベースにしたサイトを効率的に作成する方法をご紹介します HTML5 では HTML4 にはなかった新しい要素や属性が追加され、より明確に文書構造を示すことができたり、ビデオをタグによって指定することなどが可能になります。また CSS3 を用いることで、透過や角丸、回転の設定など、より柔軟なページデザインが可能となります。それでは、誰でもわかる。 Adobe Dreamweaver CS5、HTML5、CSS3、サイト制作編をご覧ください。まずは利用するサイトの定義から行いましょう。ご覧の画面には Dreamweaver が起動しようこそ画面が表示されています。サイトメニューから 新規サイトをクリックします。サイト設定ダイアログボックスが開きました。まず、サイトカテゴリーでローカルフォルダーの指定を行います。サイト名ボックスを選択して、サイト名を入力します。ローカルサイトフォルダーを指定します。フォルダーの参照アイコンをクリックします。 サンプルファイル類を保存したフォルダーをルートフォルダーとして選択しておきましょうサーバーカテゴリーで自分のホストするサーバーを設定します新規サーバーの追加ボタンをクリックしますサーバー名で新しいサーバーの名前を入力しますこちらの、 使用する接続メニューをクリックして開いてみましょう FTP や SFTP のほかに FTP オーバー SSLTLS( 暗黙的な暗号化と FTP オーバー SSLTLS( 明示的な暗号化のオプションが用意されています FTP オーバー SSLTLS 括弧、暗黙的な暗号化では、セキュリティ要求が受信されない場合は、サーバーが接続を切断します。FTP、オーバー、SSL、TLS、括弧、明示的な暗号化では、クライアントがセキュリティを要求しない場合、サーバーはセキュリティなしでトランザクションを続行するか、接続を拒否または制限するかを選択できます。 これらのセキュリティ通信が利用できる環境であれば、これらの接続を利用すると良いでしょう。今回は、通常の FTP を選んで先に進めます。その他の情報を入力します。FTP アドレスユーザー名パスワード ルートディレクトリ、Web URL などを入力します。保存をクリックします。もう一度保存をクリックします。ファイルパネルに、今定義を行ったサイトが読み込まれ、ローカルフォルダー内に保存しておいたフォルダーが表示されました。